はい、マスオ TV でーす。はい、皆さんこちらご存知でしょうか。ね、もう YouTube ではね、皆さんやってるデスソースでございます。でね、このデスソースめちゃくちゃ辛いんですけど、甘さと辛さ一体どっちの方が人は感じるのかというのをね、今日ね検証していきたいと思います。でね、まあどのように検証していくかと言いますとですね、ある YouTuber にね、こちらを食べていただきます。ちょっとね、これ色悪いですが、これね、生チョコトリュフ、まあ生チョコなんですけど、はい、これね、実は作った段階でかなりの量のデスソースが入っております。自分で作ったんですけど、多分ね、その作った様子こう流れてるかもしれないですけど、で、これを食べてもらって、果たして食べた人は一体どういう反応をするのか、辛っていうのか、甘っていうのか、変な味するぐらいなのか、一体どういう反応するのか楽しみじゃないですか。ということで、食べてもらいにちょっとある YouTuber の家に行ってきます。まあ、いつものあいつです。じゃあ行ってきまーす。はい、ということで、ダンテ君の家に来ました。ちょっとダイエットしてるからね、俺食べれないから。食べれないから俺に押し付けて。そう、ほんとサトチンさんにも電話したんだけど、サトチンさん出なかったな。留守電で。そう、今ね、67kg まで、66kg まで落ちたんだけど、またちょっと太っちゃって。まあ僕は今太りたいんで全然いいです。あ、本当に？ちなみに今日作ったのね、生チョコトリュフ。おー、生チョコよりもさらにちょっと柔らかい感じのチョコなんだけど。なるほどね、はい、めっちゃ厳しいっすからね。もうどんなアンチなんかさ、30点が超合格ラインだよね。なんてそうだね、うん、30点以上だともう一度食いたいって感じ。そうだね。じゃあ行きます。ちょっと見た目はひどいけどね。見た目はなんかボロボロ、まず柔らかいよ、めっちゃ。見た目はウサギのうんちみたいな。そう、俺もね、言おうかと思ったけど、さすがに作った時やめといた。いや、柔らかい、やばいわ。だからすごいの、これ。すごい、やばい。やばいでしょ。もちもち、え、もちこれ。もちじゃないよ。もち。生チョコ、はい、いただきます。はい、生チョコトリュフ。はい。いただきまーす。なんで今回ね、検証だったんだ。辛さと甘さ、どっちが勝つかっていう検証だったんだけど、どっちだった。辛さが勝ちました。辛さが勝ちました。ちょっと分かってた、実は。全然分かんなかった。分かんなかった。いや、久しぶりにこういうの来たよ。やばいね。辛さ何十パーセントぐらいだった。いや、でもデスソースよりはマシだったよね。マシだった。ちょっと俺も食べてみるわ。うん、そこまでだけど、うん、まあ甘さでちょっと消えたよね。うん、あ、ほんと甘さで消えるんかよ。まあ、2年前ぐらいにマスオ君にタランチャー壊してたんで、その…あ、そうだね、タランチャーのその復讐。あ、やばい、これやばいね、辛いね。だんだんやばいね。でも慣れてきた。あ、はい、ということで検証結果、ダンテスポイントプルプシュマイナス100点。マイナス100点でした。結果ね、辛さが勝つということなんで、皆さん、辛い辛いわ。皆さん真似しないようにしてください。うー、辛くない？これ料理動画じゃない？違うよ、ドッキリ。うわ、ざっくり。マジか、料理動画じゃないよ、こんなん。ね、ちょっと他の人にも食わせようぜ。もうサトチンさんに食わせたかったな。多分マジギレするするかもしんないね。はい、じゃあ後でギャラでももらえますか。はい、ということなんで、以上、マスオ TV とダンテでした。バイバーイ。おい、めっちゃ辛い。